お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらね、トリトン、まあ、新カードトリトンが出てね、まあ、僕もねゲットしたのでね、今日こちらをね、まあ、使ってねちょっと遊んでね行きたいなと思います。というわけで、まあ、トリトンミラーをね、はい、今日やっていきたいなと思います。で、トリトンめっちゃ強いって言われてたんですけど、結果どうなのっていうので、正直めちゃんく弱いんじゃねっていうのを僕はちょっと思ってまして、まあ弱いというか、だからまあ弱くはないかもしれないですけど、すごい使い方がめちゃくちゃむずいと言いますか、なんか結構自由気ままな行動を取るんですよね、トリトンが。すごい自由人なんで彼、なんかそこがすごい難しいなと思いますね。でここちょっとホグくるんで、このトリトンこれが強いですね。ここで逆サイ側の位置にこのトリトンを出してあげることによって、こうね、保護をこう、キング起動することができるので、まあね、これはね、そのトリトンの強みですね。まあ、トルネードと同じような役割をするんで、まあ、あとは思っているよりも、その距離が長い。で、施設に対してはこう自分からね、突っ込んでいくっていうね、結構本当に自由人なんで、まあ、そこをうまく使えれば強いのかもしれないんですけど、結構その、ゴーレムとか後ろからたまたま出してあげた時にジャイとかゴレとか出されると、逆にね自分からタワーに引っ張っちゃうっていうことがあるんでね、まあそういうところではなんかトリトンうーんって思うところも、まあ、ないこともないみたいなとこありません、ね、なんでここ今別に逆サイフグ飛ばされてもトリトンが引っ張ってくれるんで結構いいですねちょっとこれトリトン出しとかないとこのホグが来ちゃうんで、これ今ホグ来ても大丈夫ですね。こうマスキを引っ張って処理してくれる、こういうのはまあ強いですね。で、これまたあれですね。トリトンがこのホグライダー引っ張ってくれて。そう、トリトンこういうのはすごいね、強いんですよね。で、これはまあ、この余り物に対して。で、これですね。アイゴレとかを引っ張ってくれると、コウモリプラスディガーとかして、トリトンで、その、コウモリ処理のね、アイゴレとか来た時に引っ張ると、コウモリが残るっていうね。とかもあって、まあ、使いようによってはすげえ強いんじゃねえかっていう感じなんですけど、ちょっとね、使うのが難しいっていうのはね、これ、キングキットしてたら、おい、働くね、働きますね、おい、働きますねっていう、マジで。よいしょ。で、これトリトンがね、このアイゴロを引っ張ってくれるね、このコウモリが生きるっていう、右側にね、一体こう生きてるのがいるんですけどね、これちょっと生きるのがいいかなと思いますね。マスケットとかも、このトリトンで全処理できますね。よいしょ。ホグライダーもこのトリトンでね。よいしょ。そう、こう考えるとすごい強いかもしれないんですけどね。なんか、意外と4コストっていうのがすごい大きい気がしますね。3コストとかだったら強すぎレベルなんですけど、4コストだからこそ、なんか活躍するときもあれば、しないときもあるんで、結構、いい感じのカードじゃないんかなと思いますね。でまあ、ホグとかジャイに対しては、ジャイはどうだろうな。なんか、意外と光栄によってね、ちょっと潰されちゃう感があるんでね。むずいですけど、ホグに対してはめちゃくちゃメタカードな気がしますね。ホグに対しては。なんで、まあ、本当に使い方次第っていう感じですかね。ジャイ来てくれるとちょっと面白いんですけどね。このトリトン2体ここに出して、なんかね、引っ張り合って、ジャイが一発も入らないっていうのがね、結構、SNS とかにも上がってるんですけど、よいしょ。とりあえず、まあ、ディガーで削っていきますね。これですね。これ、トリトンで剥がして、ディガーのダメージを抑えていきます。よいしょ。よいしょ。これマジでこの、エリポンとか置いたときに、相手がディガーとか飛ばしてくると思うんですけど、まあ、そういうのもね、トリトンで、剥がして、エリポンを延命することができるんで、まあ、そのエリポンプラスのこのトリトンもね、強えんじゃねっていうのはね、テンゴットが言ってましたね。俺じゃないんかいって感じなんですけど、もしテンゴットが言ってました。はい。なんで、エリポンの延命できるのも普通にやっぱ大事かなと思いますね。しかもそのままね、4コスで残ってくれるんで、相手も攻めにくいですし、まあ、あとは、なんだろうな、やっぱ引きつけるんで、ペッカとか、まあ、単純にペッカと、まあ、相性がいい。ペッカとか、まあ、スパーキーかな。ケンツも動画上げてたんですけど、スパーキーとも、まあ、相性がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、相手のユニット普通に遠距離とか引きつけて、スパーキーでぶち込むみたいな。っ
ていうのかな。意外となんか組み合わせ自体あとむずいと思うんですよね。これトリトンで引っ張ると多分逆サイのトリトンが引っ張ってきますね。これやばい、マジでこの連携が意外といいですね。しかもここでカウンターして、あーメガゴがこのやっぱ対空に攻撃できないっていうのがちょっと痛いんですけどね。よいしょ。まあ気づけば逆サイも入ると、このアイスエイズは許容していいですね。左側にまたディガー来たらトリトン置いてあげてかな。よいしょ。で、まあ右セパから、右に展開からの左にもトリトン置いたら、左ディガーを、あ、これあれですね。もう一回。これ、もう一回どっこいしょゲーミングですね。よいしょ。これ、もう一回引っ張ってくれる。で、引っ張ってくれるっていう。よし。で、この間にしっかり両サイ攻めてあげて、よいしょ。よいしょ。トリトン自体はすごい面白いですね。おうおう、めっちゃ引っ張ろうとするやん。あのもう、攻撃してくれていいんですけどね。すぐ引っ張ろうとするんでね。あー、今のダメージ入ったか思うんですけど、入ってないっていうやつ。で、これあの、ロイジェイとかもこの逆サイの位置に出したら、こう逆サイド持ってくれるんですよね。しかもこのトリトンが、おう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 、まあ、こんな感じでね、ちょっとすごいいろんなことしてくれるんでね。ロイジアイに対しても強い。これ逆サイ引っ張られるのがいいですね。あ、待って、相手かわしやってる、それ。あー、これ、右をこう攻めるんですけど、実は左側ね、攻めたいっていうの。あーあーあーああ、トリトン、おい。じゃあ、これ、トリトン三角形ぐらいで。よいしょ。おーおーおー、ちょっと待って。ちょっと待って。トリトン、むずいんですよね、マジで。すごい、ほら、すごいことするから、ちょっとむずいっていうのありますね。まあでも、ちょっと楽しいですね。使ってるとちょっと楽しいですね。こうスケルトンとかもね、引っ張ってくれるんでね、そこは別に引っ張ってくれなくてもいいやっていうのあるんですけど、よいしょ。これトリトンでやばい、ロイジェ引っ張っちゃって、タワーにダメージ入っちゃうんで、このこっち側にね、逆に引っ張って、おーおー、ちょっと待って、気合が足りてなさすぎ。引っ張ったのにやめたしっていう、やばい。まあ、あと430なんで、ここは、最後はトリトンミラーじゃなくて、あれですね、例のディガープラスのミラーして、終わりかなと思いますね。さすがにこれ守られるんでしょうっていう。よいしょ。で、この間に、ディガーが入ってますね。よいしょ。で、ロイジェも溶けてるんで、OK。あとウッドで。まあトリトン面白いですね。やってると面白いですけど、なんか、今みたいに引っ張った風に見せて、どっかね、消えていったりっていうの、ちょっと怖いですけど。よいしょ、まあラストね。ラストやってみたいなと思いますね。なんでまあ、普通に橋渡ってくる気にはすごい強いですね。けどなんか、端前から自分で攻めるっていうのが結構むずいんで、そこがどうなのかなと思いますね。まあでも、ホグ飛ばして、相手がミニペ出してくるところを端前トリトンでミニペ引っ張ってホグ大ダメージとかね。まあそういうのとかかな、具体的にというか、まあ、端前で攻めれるパターンとしては。なかなか、いい使い方が、ちょっと思いつかないですね。今結構防衛で使われるカードみたいになってますけど。やっぱ防衛で使ってね、うまく攻めでも使えると、そこがすごい強いと思うんですけどね。あー、ラバですね。そう、ラバが、これちょっとやばいかな。ラバが、まあ、現環境というか、新環境流行るというか、流行ってるんですけど、まあ、トリトンがシンプルに対空へ攻撃できないから、単純にそれだけで空が流行ってるんですけど、あー、ちょっと嫌ですね。これ、マジで。マジで、あ、待って、あ、これだけ取れねえのな、やばい。待って、普段の、あ、普段、僕このミラーのね、変なお遊びデッキね。変なって言ったらあれなんですけど、お遊びデッキ系、結構トルネード基本入ってるんですけど、このトリトン、ね、まあトルネードみたいなところあるんでね、今日トルネード入ってないんですけど、やばい、トルネが回ってくると思ってやってましたね、ちょっと。やばい。まあでも言うてこれは、右も左も落としてね、2-1で勝ちたいですね。2-1で。よいしょ。これトリトンで右攻めて、あー、なるほどね。ごぼりか出ましたね。ごぼり。あ、でも、そう、このなんか、トリトン、一回ターゲット取ると、そのままターゲット取ったままなんで、今みたいに置かれても、ユーノとかだったら、今のタワー行こうとした瞬間に、
あの建物とかに行ったりするんですけど、トリトンの場合はもう一回こう投げちゃってるんでね、投げちゃってターゲット取っちゃってるんでね、そのままになっちゃいますね。よいしょ。いやこれマジでつれえ。よいしょ。はい、このベビーがつれえよっていう。オッケー。まあベビーターゲット取ってる間に、後ろのね、このインドラをね、ちょっと、まあまあまあ、ギリたい。これ攻めないといけないですよね、しかも。このトリトン、働いて、しっかり働いて、おい、一発、おい、そうなっちゃうんですよね。投げていくと見せかけていかない、みたいな。これね、まだ参る。2、1プラン。あ、じゃあ2、2、あ、やばい。ちょっと待って、終わる。終わった。まあまあまあ。ちょっとね、空に対してね。空に対してこのトリトンがね、やっぱ暇してしまうっていうのがね、4コスで、まあ大きな、はい、弱点かなと思います。まあまあまあ、ちょっとね、デッキが偏ってるのもあるかもしれないですけど、まあそんな感じで、トリトンも、まあ使い方次第っていうのはあるんですけど、結構まあ難しい。まだ使うのが結構難しいね、カードだと思うんで、まあ多分今後ね、こういう使い方とか新しいね、使い方が出ると思うんで、そちらもね、はい、まあ僕もですし、皆さんも楽しみにして、はい、行きたいなと、楽しみにして行ければいいなと、はい、思いますという感じでね、今日はちょっとトリトンミラーでしたけども、まあこんな感じでね、終わりにしたいかなと思います。では、お疲れ様でした。